こんにちは、ご連絡ありがとうございます。速稼塾の久保です。そして、私のね、放送していた分散型金融ディファイについて興味を持っていただきましてありがとうございます。今回はかなり駆け足でお届けしました。途中質問も基本的には受け付けない形で、一旦完結することを目標にお送りしたんですけども、やる気のある方は最後までついてきていただいたりとか、途中でわからないのは自分で調べたりとかしてくださったと思うんですよ。すごくそれが大事なんですよね。結局暗号通貨もそうなんですけども、ビジネスもね、投資もそうなんですけども、全部自分で解決するっていう基本スタンスがあって、それでどうしてもできない場合は人を頼るとかね、そういった関係じゃないとやっぱりきついと思うんですよね。情報を待つだけとか、何か動きがあったら教えてくださいっていうふうな他力本願な方は、やっぱりね、誰かが自分の資産を代わりに築いてくれるってことはないんですよね。でも投資っていうのは誰かが自分の資産を築いてくれるってことであり、この捉え方が、ね、非常にややこしいと言いますかね、確かに投資っていうのはポンとお金を放り投げといて増えるのを待つって形なんですけども、自分でやることも結構多いですからね。自分で理解するとか、理解力が足りなかったり誤解してるとあっという間に損しちゃうというね、そんなこともあります。でね、バイナンスはね、中央集権が入ってるんですよね。やっぱりバイナンスっていうところが結局は管理してるんですよね。だから分散型のような中央集権のような、ちょっと危なっかしいなと思うんで、それをちょっと心に留めながらなんですよね、活動は。難しいですね、あそこはね。リップルは完全中央集権ですしね。だから分散型で、そのブロックチェーンだけが機械的に動いて私たちの活動に関わってくれるのはビットコインとかイーサリウムとか ADA とか、ああいうふうな感じですよね。そういうのももっともっと深く掘り下げていかないといけないなと。とにかくね、次回ディファイのコミュニティをされる、参加していただく際は、協力し合いながらね、お互い助け合いながら何か一つのものをみんなで作っていくって形にしようかなと思うんですよ。もちろん軸としては私が突破していこうかなと思うんです、いろんなことをね。いやー、ほんとね、なんかこう野球チームみたいなね、そんな感じで監督とかコーチはいるけども、でも監督コーチダイルじゃなくて、自分のポジションは自分で守るって形で一つのチームができるし、あとはね、バッターになったらみんなが打たないといけないじゃないですか。それで時には自分が送りバントしたり、誰かのために犠牲フライ打ったり盗塁したりとかね、その場その場で役割を自動的に瞬時に入れ替えていくものだと思うんですよ。そんな関係でね、ディファイっていうものができればなと思ってます。そんな感じですかね。今ね、そのディファイの一応10回まで終わって、私の気持ちにはそんな感じですね。でもご連絡いただきましてありがとうございました。これからもね、一緒にいろいろと考えて突破していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。いってらっしゃい。